調査兵団にするって？うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、上官の食料庫からお肉取ってきました。サーシャ、お前、独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類は来やがれ。一人でもやってやる。まず目の前のこいつを倒す。どうまで続くか。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。害虫が一人でもやってやる。まず目の前のこいつを倒す。やった、やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。大きいぞ。一人でやれんのか。この敵で害虫がやってやる。エレン、一人で戦うなって教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とサシャで奴の注意を引く。エレン、お前は同じを狙え。お前ら、よし、行くぞ。サシャ、ありがとうな。おお、みんなでやればなんとかなるもんだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。
やれる。よし、でかい面しやがって。いくらお前でも顔面に砲撃を食らえば少しは効くか。右腕を振りかぶった。あの腕を砲撃してあいつの攻撃を防ぐ。左腕を振りかぶったぞ。あの腕を砲撃して攻撃を阻止しねえと。腕を振りかぶった。両腕を砲撃して攻撃を食い止めてやる。人類は逃さねえぞ。うまくいった。呪い二つ。超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。